イケアで買ってきた、こちらですね、のソファーを買ってきました、人生初めてのソファーですね。自分のソファーは持ったことなかったです。こっからここによいしょって移動する分にはできるんですけど、これをこう家のね車から玄関回って、で玄関からこうやって持ってくるっていうことはできなかったです。なので、見たらバラせる感じだったんで、車の中で全部バラバラにして、あの持てるものは何往復かして、あの家の中に全部入れました。クッションが2個あります。背もたれのクッションのカバー、背中のところに背もたれの部分にやるものが2つ入ってます。でこれが多分横ソファー座った時の、映ってるかな、座った時のこの側面、横になるやつですね。2個ですよね。肝心の、座るところかな、2個です。足？はい、録画されていませんでした。細かくネジの説明をしていたんですが、なのでネジ類。だいぶ進んでますね。真ん中の棒とか座るところ2つをくっつけも終わって、今、肘置きの部分をつけようとしております。なかなかすごい体勢ですね。的にネジは手動です。手で回していく感じになります。この形中に見つけたんですが、一部欠けているというのかな、木がなんか変な感じなところがありました。ここだけですね。他は大丈夫でした。これが普通なんだろうな。こんな感じですね。はいはいはい。こことここのネジがなかなか、そもそもここつないでるんですけど、これがちょっとでもずれてると穴が噛み合わないんですよ。だからすごいここ大変、結局そう大変、すごい大変。いいね、ふかふか。背中の鉄のところですね、をつなぐネジがなかなか噛み合わなくてですね、ちょっとした差なんですけど、ほんと噛み合わないんですよ。すごい苦労しました。で、はい、ご覧いただいている通り、今度カバーですねをつけるのにまたとてもとても苦戦しておりました。なかなかこれが通らないんですよ。引っ張ればいいんですけど、引っ張ったら角破けるんじゃないかっていうぐらいで、もう、ひとまずこんな感じで、ここがファスナーになってるんですけど、引っ張っても足らないし、かつここが無理、ここがね、もう角がね、切れちゃいそう。こうね、さっきネジを仮止めしたのがあるんで、ここにこの背もたれの出っ張りを引っ掛ける感じらしい。ソファーがやっと完成しました。見た感じですね、こう
横っちょがこう薄いやつになります。ここが薄いのがまたそれはそれでデザインが変わってて可愛いなと思ったので気に入りました。で、側面で言えばここにこうポケットになってて、まあある程度のものだったら入るよっていう感じで、これちょっと飲みかけのコーヒーなんですけど、ちょっと無理だね。入るもののイメージとしてティッシュですね、のボックスのティッシュが入らないか入るかぐらいの厚みです。あ、ちゃんとあのここで止まってますね。なのでなんかちっちゃいものにてストーンって下に落ちるっていうことはなさそうです。ちゃんと止まってくれます。で、一応ここに仕切りがついてて3箇所分あるよっていうことです。ソファーとテーブルが完成しました。両方ともIKEAで買ってきたものです。だいぶ部屋らしくなって生活がしやすくなりました。このソファーのお気に入りポイントは、1つ目が肘置きが細くて可愛いところ、2つ目が座る部分のクッションが固めで安定感のあるところです。ソファーって言ったらまあそうですね、ふかふかしたところもいいんですけど、お店で座った時の印象がこのソファーはとっても良かったのでこのソファーにしました。生活をしだして 2,3 週間ぐらい経ったんですが、特別困ったこともなくとてもいいものを買いました。うん、最後までご視聴いただきありがとうございます。この他にもこんな動画やあんな動画もあるのでよかったら見てください。そしてこれからもいろいろな動画を作っていくので、またよかったら見に来てください。横のこのボタンを押すとチャンネル登録もできるのでよろしくお願いします。それではまた次の動画まで、バイバイ。